どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この方法やってみました。やけどしそうで後ろ髪が巻けないっていう方向けの方法をちょっとやってみました。ここ、後ろ巻くときに結構見えないから、この辺とか首とかを結構こうやって当てちゃってやけどしたりとか、あとなんかうまくこう髪の毛挟めないから、こう巻いてもなんか巻ききれてないっていう部分があるとか、そういう意見を結構いただいてたので、今日はそれを簡単にもうやけどしないでしっかり巻ける方法をやってみましたので、いつもちょっとこう最近のヘアスタイルを作りたいけど作れないって悩んでる方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。しっかりと溶かしていきます。次にブロッキングをしていきます。まずサイドの部分をタッカーで止めて、後ろの部分ですね、だいたい襟足部分を取り分けて、上の髪の毛はタッカーで止めておきます。襟足の髪の毛を少し前に向かって持ってきて、ゴムで軽くだけ結びます。そんなもうずれてもゴムが大丈夫なので、とりあえず髪の毛をまとめるぐらいな感じの強さで留めていきます。次はタオルで首をガードしていきます。毛先をしっかりと溶かして、コテで外巻きに1回転だけ巻いていきます。ゴムを外すと綺麗に外羽になってます。上の髪の毛を外して櫛で溶かしてから、コテで巻いていきます。だいたい前に少し持ってきて、1回転だけ外羽にするイメージで巻いていきます。サイドの髪の毛も同様に櫛で溶かして、サイドの髪の毛はまあ普通に下に降りる位置で下ろしてもらって、固定で外羽に1回転だけ巻きます。オイルをつけます。毛先にしっかりとつけて潤いを出していきます。タオルを外してバランスを整えたら、こんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。後ろ髪がやけどしそうで怖い方、よかったらこの方法でやってみてください。